rated M for mature.作っている自分で言うのもなんですけども、このゲームを遊んでいる中で毎回遊ぶたびに同じ結果になるということがとても少ないゲームだと思っています。なので自分で1回通ってきている道であっても、2回目3回目とやるたびに新しい発見であったり驚きがある中で、自分が想像していないタイミングで敵が出てきてしまうことっていうのが多々あります。なので自分でチェックしているだけのつもりであるにもかかわらず、毎年遊んでいるみたいに驚いてしまうことも結構あってですね、その前から遊ぶこの違いがあるというのがとても大きな魅力になっているんじゃないかなと思っています。はい、そうですね、レイチェルと、スキャクデッドの戦いというものが僕はすごく気に入っているんですけれども、特にレイチェル戦の方ですね、まあ、これは、声の方も怖いんですけれども、BGM の方も、まあ、シリーズでこう一番怖い音楽になるみたいな気持ちで作りました。で、まあ、テンポがですね、途中でどんどん速くなって追い立てるような感じになったりとか、楽器のピッチがどんどん無茶苦茶に変化していくとかですね、まあ、そういった制作も工夫して、まあ、より怖さっていうのをこう表現して、皆さんに怖がっていただけるようにしてますので、楽しんでいただけるかと思います。はい、こちらはですね、まあ、原点回帰っていうところにもつながるんですけども、まあ、限定された空間っていうのをこうじわじわと探索していくみたいなところっていうのに、まあ、ちょっとホラーの醍醐味っていうのがあるのかなと思ってます。で、曲もですね、まあ、もちろんびっくりさせるシーンっていうのも多いんですけども、あえてですね、こう不安な雰囲気の中でクリーチャーが突然出てきたりとか、でそこで、まあ、あえて音楽は変化させずに、まあ、怖い音楽の中でこう、戦いをしていただくとか、まあ、そういったこうじわじわした演出っていうところが、ホラーになってるんじゃないでしょうか。